いろんな監督とやられてるじゃないですか。自分との相性のいい悪いとかってありますか、監督？それはあんまり感じたことはないですね。長嶋さんという入った頃っていうのは、まあ、負けゲームや投げたピッチャーですから、急に打たれ出したらベンチから行けってことはありましたけど、ここから行くんですか行くんですかみたいな、1回だけ、はい、そのまま行って6球か何球、まあ、急に言われたんで準備できてなかったんですけど、逆にいい結果出たと思います、ね、岩瀬さんも時間がない中で行けってあるんですか？まあ、何回かありますね。まあ、できてないっていうのは心の準備ができてないっていうだけで、実際体っていうのはマウンド行けばなんとかなるもんなんです。うん、違う 森監督の時ですけど、はい、東京ドームで、日ハム戦で先発の村田っていうピッチャーがバント処理でひねってぎっくり腰になって、はい、降板して、で急に割れて、そこからマウンド上がって一応9回投げました個人記録は9回完封という記録だったみたいですけど、まあ、急に言われてまだマッサージやってたんですよ当然誰が行くんだろうなったら、名前言われてまさかと思って、塩崎じゃないのって言ったら、え、僕ですかでそのままマウンド上がって8球でやめて投げて、3回と言われたんで3回投げたら、まあ、点取られてないんであと2回行くか、じゃあ行きましょう、2回行ったらあと2回行くかって点取られてないわけですよ。たら完投するやつ、明日上がりにするかって言われた、上がりってやったと思って1日だけ上がりだと思って終わったら次の日ベンチでしたまあやられたなと思ったんで、それは1回だけありますよね。すごいな、はい、多分明治時代の経験が生きてるからまあいつの時代もね、やっぱり鉄腕ってやっぱいるじゃないですか。だから我々の、まあ、加藤さんの上っていうと稲尾さんなんです、やっぱりね、鉄腕の代名詞って言ったら。だから僕もね、稲尾さんと名球会で一緒にゴルフやりまして、で、まあ、寄せ腕決める時あるじゃないですか、ゴルフ前から。で寄せ腕決めた時に必ず昔鉄腕今寄せ腕って言うんですよ使わせてもらいますもうぜひ使ってください。いや、そうです、もう今の鉄腕ですから、お二人。いや、もうナンバーワンです。いけんちゃう？寄せがうまくないですね岩瀬さんもいろんな監督とやられてますけど、まあ、最初が星野さん、順番的にはあの順番で良かったなっていうのはすごくありますね。やっぱり何も知らずにプロの世界入って、あれだけ、ね、厳しい監督の下でやったんで、もうだからそれ以上のものがないっていう感覚になったんで、明治だ明治。いや、もう本当にですね、大変。ここにも明治がいや、厳しいっていうか、まあ、うん、当時ピッチングコーチが山田さんで、僕らから言わせたらライオンが2頭いるっていうすごいすごい1年目一番苦労したって言ってたでしょ。一番大変だったんですけど結果を出してても怒られて、結果出さなかったら当然怒られますし、だからとにかくライオンに見つからないように過ごそうっていうすごいな。で打たれたらもう本当は相手のベンチに帰らせてほしかったなっていうぐらい自分のベンチに帰りたくなかったですね。落合さんってピッチャーに対してこうなんか言ったりもする？いや、落合さんの場合は逆にも全くないです。もう自分の持ち場をしっかり結果を出していれば本当に何も言われない方でしたから。ピッチャー的なアドバイスも、もう落合さんの場合は僕が調子悪くなると、お前背中丸まってるぞっていう、その一言で終わります。まあ大体調子悪くなってくると大体猫背になってくるんで、ちょっとフォームがね丸まってくるんで、やっぱり背筋がね丸くなると良くないんで、そのポイントだけはちゃんとね見てくれてたんでしょうね。完全試合で行かれたじゃないですか、はい、あの時どういうやり取りがあったんですか？やり取りはないです一方的ですから本人的にどうなの？準備はあれはしてたもんなわけ？準備はしてました。もう8回から1人でも出たら行くぞって言われてたんで。そういう感じだったんだ、はい、でただ出ないから、うん、やばい、とにかく頑張ってくれと思いつつも、でもチームの形っていうのをすごく大事にするから、うん、まあね、当時最後は言わせでっていうのが合言葉みたいな感じでずっと戦ってきたんで、これ普通の監督なら変えないけど普通じゃないから変わるかもしれないなと思って準備はちゃんとしてましたね。そしたら本当に行くことになりましたまた日本シリーズやからね、すごい。でしかもあれが決まる試合なんで、だから最後勝つ、優勝を決めるてるっていう時に、じゃあどっちが確率が高いかっていうところだと思う、まあね、思いますけどね。なんか勝つことに徹した采配だっていう。山井さんとは話はあったんですか、その後？
いやお前はこんなところでお前遠慮するなよって言って、先輩に気遣うとこ違うだろうって言ってお前が行くって言ったら何も丸く収まったじゃないかって行くとは言わなかったんです。だから岩瀬さんに最後お願いしますって言って病が行ったみたいなんで、だからそれを言ってくれたから変えやすくなったっていう話ですけど、そんなことは一切わからないし、なんなら変えてもらいたくないしで最後優勝決まってあのビルかけやってお風呂入ってた時に一貫時来て、お前が一番しんどかったなって言ってそれだけですかみたいな、ただそれだけ信頼してくれてるから多分そういうのはすごく感じましたけどね。長くやってるから香取さんとか王さんとも現役と被ってるんですよ。被ってますね。1年だけ、はい、フリーバッティングを投げたことがありまして、はい、まあ、朝の練習メニューで、はい、香取王篠塚とか、え投げるの若くするでしょうね。もうドキドキしました。本物を見たこれは本物だっていう、いすごいレベルスイングで打ってくるんですね、はい、あの練習ではダウンスイングするんですけど、はいはい、実際はこうレベルスイングで打ってくるんでこうカーンってこっち飛んでいく。そうです、ね、そのどのコースもこっちターンとオール引っ張りのイメージありますよね。王さんはやっぱりね全部ほとんど芯ですよ、はい、こうバッと当たる瞬間は分かるじゃないですか、はい、カーン、うわーすごいな当然まあ何本か打った時にたまたまインコースないと足上げるんでストライクゾーン消えるんですよ半分、はいはい、インサイドますから、ね、こう全くこう消えるわけですよ。インサイドの半分ぐらいが こっちから見るとね、はい、こうやってやるんで、はい、こう消えたところに投げたらたまたまちょっとカットしたボールが入って、はい、自打球したんですよ、はい、こんなに晴れちゃったこんな、まあ、ふくらはぎ太かったですね王さんね。さらに倍になってでこう当然すいませんでしたって言ったら、いやいや大丈夫じゃん結構いいボール投げるねって言われて、はい、それが最初の話したことがそれぐらいもう足上げた瞬間にこうゾーンが消えるっていうのを初めて体感しました。有本さんも被ってるんですか。有本さんも被ってる1年被ってる1年ですか。1年目で同部屋で、まあ、大阪の旅館竹園の旅館で、はい、あのまだ冷やしていけない頃ですよ。 夏だったんですけど、はいはい、冷房ガンガンかけるんですよ。夜ですよ。へそれをちょっと寒い方に寒くありません毛布にまでかけて寝てたんですけど寒くありませんで急にこうむくっと起き上がってバット持って急にスイング、はい、部屋の中ですか。やっぱりそういうもんなんですね。昔なんか僕らもねそういう話よく聞くじゃないですか、旅館で。いや本当降ってました。驚きも正座して見てましたけど、寝てていいぞって寝れるわけないですよ本当にスイングするんだ。ジュニー氏のバット持った足首バットですね。ピカッと光ってるちょっと茶色っぽい、はい、光の茶色ちょっと色にじんだところが そうですよね。それを振られたとちょっとびっくりしました。やっぱりそういうみんなそうやってるんだな、うん。岩瀬さんが入った頃は、僕が入った頃のスター選手もやっぱり立浪、あ山崎、山本正になりますよね。正さんってどんな方ですかプライベート。山本さんですか、はい、山本さんはとにかくよく喋りますそうなんだ。あのこれ否定されたんだけど立浪監督ね、現役時代の最後の方、はい、大ベテランの時って運転手ついてたじゃないですか、なんか、はい、であの球団コンペで表彰式終わりましたっていうのも若手の選手たちが先にお先に失礼しますってなかなか行けないから、お疲れ様でしたってみんな見送ってから帰ると。で立浪さん その運転手が結構安全運転なんですって。そしたら若手たちが追いついちゃうらしいんですよで立浪の車を先頭に名古屋高速で立浪渋滞が起きるこの噂はどうですか、聞いたことありますか。でも確かに先輩の車を追い越せないっていうのはありましたね。あるんですよね、ほら、はい、気づいたら抜けないんですよもう気づかされるにはビュンって抜くかどっちかもうバレずに済むかバレる覚悟を持って抜くかの。すごいね、うん、投げやすい球場、投げにくい球場とかありました。投げやすいのは東京ドームです。へえ。なんかあの黒土が好きだったんで景色、あこういやマウンド感触、はい、感触がしっくりくるんですよね。あのなんか ちょっと柔らかい感じの。あ柔らかい方がいいんですか。柔らかいですけどそんなに掘れないんですよ、うん、なんていうんですか、ね、ちょうどいいクッションみたいな感じで、まあ、噛む感じっていうか、はあ、ちょっと一つ世代前ですからね僕の場合は、うん、名古屋球場はちょっとベース板が曲がって見えたような気がしたんだけど広島市民も曲がってましたねブルペンなんてひどいですもんね。ブルペンひどいもんだよねもうブルペン本当に曲がってる、ね、広島のブルペンはちょっと投げにくいですよ、ね、曲がった当たり前みたいな、ね、横浜スタジアムはスタジアムの柱があるから、ね、あれ投げにくいんですよね。右ピッチャーこっち投げづらいとかねキャッチャーもやっちゃうからガーってな。あのなんかこう
針っていうかね、あれがね斜めに走ってるんですよ。そう、こうスタンドの針がこっち向いて走ってる。そうなんです。だからピッチャーはまあ思いっきり投げるから別に関係ないですけど、キャッチャーちょっと山なりで返すじゃないですか。その時にもう投げるの苦手なやつは本当にガーンとかよく当てる。で広島のブルペンなんてもうね、もう本当狭くって、もう2人は絶対投げれない、もう本当にこうこれぐらいの極端なとこれぐらいの距離で、もう顔がもうこうそうそうそう、もう投げたら外れて投げて外れて投げて、そう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 、こうやってやんなきゃいけない。昔話ですけど必ず広島球場なんじゃないなぎの状態の時とかね。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございます。綺麗ですよ。沖縄の中日のブルペンって、はい、やったらいい音する気がするんですけど、あっこええ音するよな、ほんまにな。いや音鳴った方がピッチャーは気持ちいいですよ。あの京セラなんか行ったら音ないんだから、京セラだから音もう小音になってるからね。コンサートしてもいいように、だから全てが小音になってるからね。だからね調子悪いんじゃないかなってすごく感じる。やっぱりあれいい音した方がピッチャーいいもんですか。ピッチャーはなんか調子よく感じるんですよね、うん、あれ音するよな、うん、あそこすごい、うん、で江川さんのこと投げると江川さんパチーンって言うんですよ。パソって言うのそれはそれも別だからといつも思うとやっぱすごいんだ江川さん。またねキャッチャーすると多分ね軌道が取りやすいんだろうね、うん、パチーン。なんかこのピッチャーの投げ方いいなっていうのは誰なんですか自分的に。いや元の始まりは江川さんのあのお笑いのりからね、もうあのストレート投げたいっていうのはありました。こんなものだってスワーッとくるすごいですよ。そういうイメージから入ってますよ。だけど実際投げてるのはこんなくちゃくちゃくちゃ投げ込み走り込みの今反対賛成が変わると思うんですけど、いや投げなきゃ絶対力はあのつかないです。同じくです。投げる球強くするの投げなきゃつかないですよ。走んなきゃいけない。結構投げたんですか。投げました投げました投げる球投げてました、はい、まあ、当時はやっぱ投げる日ありましたもん。投げ込みであったもん。250とかありました。走り込みって聞こえられてましたか。走り込みは嫌いですけどやりますいや結局走らないと結局体幹落ちちゃうんで、うん、長距離ですか。いや長距離はいらないです。いらない。本当あの瞬発力が落ちちゃいけないんで、だから簡単に言ったらもうスタートダッシュだけでいいんですよ。スタートダッシュさえあの切れてれば、あのピッチングのこの投げていくこの勢いと一緒で、それが落ちちゃうとダメなんで。結構ショートダッシュはかなりやられた。ショートダッシュはやりましたね。だけどもう嫌なんです疲れる先発グループはねロングとかいろんなあるけど、リリーバーはね短いもんね。短くていい、短くてもいいんですけど、それをしっかりやらないとダメ。それは多分どこも変わらないと思いますので、新メニューとしてはやっぱ走ってるとこのもも裏とケツが一番ウエイトで鍛えにくいところがバーッと強くなるんで、走ったら背中も使う、うん、肩も振るから骨も強くなる、で心肺機能も強くなるから、まあ走った方がいいですよ。あのその長い距離をね10キロ走りなさいとは言わないですよ、うん、まあ100メートルぐらいまででいいと思うんだけど、うん、僕らも思いますよ。そこ僕も思いますやった方がいいんだよ、だから